ましょう。こでもこっち開いてないじゃないっけ。まあ鍵をゲットしてから行けているかどうかですね。鍵をゲット、ここは繋がってたっけ。1階は多分マップを持ってるので確認していただいて。奥の扉繋がってましたね。奥の、お、うん、開きました。いけるんじゃねえか。この角度きついな。お、犬犬じゃない？何でしょうか。犬じゃない？窓ガラスが急に割れましたね。来るんじゃない？犬来い。え、おお、何何、ただ割れただけでしょ。なんだそれ。なんだそれ。なんだそれだよ、ほんと。あれ、これさっきの犬ロードじゃないこれ。そうですね。来るよね、じゃない。え、一回開けてあっちから。ああ、もうじゃあ完全犬待ちなんですね、今。犬待ち。ああ。あ、じゃあもう一回行くと犬来るね。はいはいはい、わかりました。お。2回行きますね、犬がね、はい、やっぱり準備してないとちょっと大変ってことですよね、心の。結局ね、結局来るよ。まあ1回目はごめん。いやいやいや、馬乗りて。だがおお、あ、まだまだか。あ、いいですね。もう一匹来るよ。来た。はい。だが L2。 あ、え単純に持ってなかったかもしれないですね。だがいっぱい持ってたんですよ、2本。だってか犬の2匹目で強いんじゃないの、あいつ。進める。あれ、そこですね、多分。大丈夫だね。セーブしてましたよね。したよね。どうでしたっけ。してましたよね、多分。ショットガンは持ってますか。それでしてないですね。やってけよ、もう。めっちゃ待ってくれ。してなかったですね、セーブ。一回じゃあそこのところまでもう超バッハで行こう。もう一回。もうそんな。ちょっと待ってよ、もう何回やの、もう。とりあえず急いでやるわ。この家を自分の家のことを感じないと勝てないぞ、これは。屋敷を制する者がバイオハザードを制するだ。お、名言生まれました。名言だ。屋敷を制しましょう。屋敷制するぞ、これは。まあセーブしてからか、もしくは回復してからセーブでもいいですね。そうですね、入れ替えでもいいですね。使わないやつをしまっちゃって、どうしよう。ショットガンとか多分まだ使わないんじゃないですかね。使うよ、これ。どうぞ。はい、これでセーブ。そうですね。よし、
あ、分けた方がいいかもしれませんね。もうふんだんに使っちゃってください。ふんだんに使おうか。もう変なところで積んだ時に戻ってやらないといけないかもしれないので、最悪弾がなくなったらガチでナイフだけクリアを目指さないといけなくなっちゃうので、そしたら多分ちょっと戻った方がいいっていうパターンも出てくるかもしれないです。で多分今灯油の、あの携帯ボトルを持ってないので、燃やすのであれば携帯ボトルを持っていくって感じですかね。そうかそうか。でまあナイフ使わないなら置いちゃってもいいですけどね。いや怖いな。灯油半分残ってる。ボトルは満タン。よし。一回よし。一回焼こうか。おお。多分もう通れないわこっちね。あ、まだ行きましたね。行けた。行けて、そこのやつを焼きたい。使ってます。大丈夫です。あ、もうこれ使ってんの？いや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 。移動した移動した。ハマってるハマってるハマってる。そりゃあもう燃えてる上にいたら燃えますよね。止まっただけなんだよ。これで、あと1回焼くのね。焼けるのね。そうですね。今灯油が残ってるので。オッケー。奥行って犬だな。お。犬リベンジですね。犬リベンジだ。つくこと。ダガーナイフ取る演出見てもいいですけどね。お風呂場で。あ、そうか。お風呂場。そうですね。突き当たりのとこ、これ。そうですね。その角の開けてない。そこです。そこです。安全演出だから、ね。安全演出。これでダガーナイフ2本になるから絶対負けることはないってことでしょ。まあそのその安全な状況がちょっと増えるって感じですかね、うん、全然。あ、もうカットです。しゃ、行きましょう。くそ、こっからだ。来ますよ。犬の、あ、逆ですね。逆だね。犬の本番。どこだこれ。合ってます。そっちが外ですね。でそっちが犬のとこですね。さあ来ました。行って戻って構えて下向きで打ち打ちましょう。倒れてる時。あ、オッケーです。倒したかな。じゃあ、じゃあ、もう一本ある。ありますね。来い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 。来た。構えて。当たってないんじゃないですか。お、ダガーナイフ。いいですね。倒しました。無傷だ。おお、無傷ではないですね。結構食らいましたね。これはでもまあぐるっと回って、そうですね、下の通路がこれで開通しました。開通してこれで行ってないとこが、ん、通路なんか、そうですね、通路に何かありそうですね。外の犬もやったってこと？
まあ行ってみれば分かる感じですかね。お、いや、ただ偶然に。お、何か押してますね。ただただやった。でげ。これだと犬をやっつける。まだ。まだありますね。もうせんだろ。これは無理ですね。どうせ。おお。どうせ。あれ？百かな？あ、いいですね。何かって押してます。玉？玉ですね。イエーイ。よし。23。うっしゃ。で、これでマップ見てもらえれば、あ、OK ですね。OK。じゃあ、外一回行こう。行きましょう。ダガーナイフあるし。やっぱ、ダガーナイフあると、心の余裕が、もう、できちゃいますから。刺した。刺された。猶予が生まれる？いいですね。いや、待って。セーブしに行きたい。なるほど。となると、さっきの正面の、正面の、一番最初のあそこの、ああ、食堂の。食堂の。手持ちに今持ってますか？あ、あれがないとダメか、ボックス。そうですね。インクリボンを持ってないので。もう通れなくなるよ、ここ。まあでもこっちから行くのは多分行けるはずなので。いや、でももう外行こう。いや、やだ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 もうやなんだよ、もう。でも持ってますよ、ダガーナイフ一本でしょ。2匹したら終わりってことですよ。あれ、でもさ、犬も燃やさないとあれなのかな。いや、犬は大丈夫なんですよ。犬は大丈夫なんだ。そうなんですよ。2回目多分通った時かなんか消えてたと思うんですけど、うんうんうん、あれ消えてるってことはもう大丈夫ですよっていう合図なので、死体たまに転がって残ってるやつは、うん、今後何かあるんじゃないかっていう匂わせですね。匂わせ。はい。ハントガンマガジンがあるんだ、一応ボックスの中に。入ってましたか？15個入ってた。よし。よく考えるよ、バイオハザード。ヒットするよ、これは、うん。すごいですよね。考えられてるよ。グルーね、グルー。これ、アングルがすごいですよね。うん。なんか監視カメラというのか、映画のカット割りっぽい感じでもあるっちゃあるんですよね。ちょっと。そんな考えられてるのかな。おお。いるか。これはこれ見たやつね。見てないよ。え？見てない。まあ見たやつですね。見たやつで。さっきも硫酸弾もらった？いや、アイテム、僕アイテムが空いてなかったのでさっきはもらえなかったやつです。でもあなたは？心配するな。俺にはこの相棒がいるからな。うん。なるほどね。それじゃあありがたくもらっとく。じゃあな。またね。よし、うん、これ何、硫酸弾。そうですね、何かで使えそうですね。いや、撃つやつがないでしょ。ランチャー的な。さあさあ、投げつけるどうなんでしょうか。いや、もうあいつのせいでもうパンパンでしょこれ。もうパンパン。そうですね、荷物は。これ今何をしようとしてますか？あの、外行く。ああ、なるほど。荷物パンパンっすね。あいつのせいなんだ。一回預けたいっちゃ預けたいですよね。ボックスでも あそこしかないでしょ。まあ今のところは解放はされてないので。一回でも一回行こう。一回犬をちょっと一回見せてやろう。ああ。犬と人の違いを。
犬出ないかもしれないですからね。ね、さっきその窓から入ってきて、そうなんですよ、いなくなってるっていうのもあるよね。お、なんセメント？Earth。お、あぶだらけ。遠いもん。安全地帯なんでしかも。天国でしたね。でも外は地獄ですね。犬いるね。やれんのこれ。策があるから。無駄玉。セメント的な。まあでもなんか重要そうですね、あの感じは。これ一回外に出たことによってなんかリセットされてるんじゃない。戻ろう、戻って。次の鍵を探そう。うん、まあアイテムを一回そうですね、ちょっと開けて、そうね。でもこれ出たらもう一回あれでしょ、もう出れないでしょ、また入らなくなっちゃうでしょ。そうですね、こっちにはまた下からぐるっと来ないといけないですね。そこの突き当たりの奥に続くやつって何なの。あ、見てみましょう。来た。外。なんかありそうですね。ん？犬だね、今ね。犬いたね。いましたね。OK。落ち着いて。長ナイフ一本ある。おお。もう慣れたもんですね。全然犬は。お、ボタンがあるんだよ。ボタンじゃない。棺を暴いた。呪われた棺を暴いた。呪われた棺を暴いた。何か謎解き要素がありそうですね。あるね。これも何もない。オッケー。よし、戻って。セーブだ。おお。ここ行って。で戻ってボックスにもうあれ入れよ、もうライターとあれもう入れる。あ、もう燃やさないですか。もう燃やさないもん。燃やさないやん。手持ちが結構圧迫されますもんね。でもナイフ先から見てるとやっぱ使ってないので預けちゃってもいいような気がしますけどね。ナイフは序盤の一番最初でちょっと心折れてるから、ね、ナイフに関してナイフ、まあナイフも慣れれば倒せるんですけど。よっしゃ。まあ犬笛ゲットしてるんでこれをちょっと何か使ってみたいですよね。犬笛ね、はい、おびき寄せて何かのとこに全部、なんか西側のテラスとかが書いてあった気がします。まあでも扉をさ調べてみるのはいいことですね。意外とまだ剣の鍵で開けてないところがあると思うので。ああ、そっか、まだ。そうですね、出ないもんね。よし、
階段、うん、いましたね。はい、待ってますよ。気づいてんのこれ。来てますね。おお。あ、生きてましたね。見えない。ゆっくりですね。ジルじゃない、ゾンビ。おお、びっくりした。滑り落ちてくんのかと思った。いいよ。おお、いいですね。うお、クリティカル出ました。いいよ。うん。さあ、これであれですね、反対側から鍵かかってたとこが開きました。まあ、うん。今来た道でまだ開けてない扉ありますね。こっちじゃなくて、こっちじゃないな。もう一回裏入んないとダメだよ。そうですね。まあ赤い扉も剣の鍵持ってたらもしかしたら開くかもしれないので、どんどん触っていった方がいいですね。もしくはまあキーピックも持ってるので、ワンチャンこじ開けられます。そうだな。犬恐怖症ですね。犬恐怖症だよ、本当に。シガバすら怖いよ。この人部屋。あ、なんか追ってますね。バッテリー以上かな。以上。そうですね。壊れたショットガンがあるんで、ちょっと部屋がオレンジになってますけど。まあ、取っておいてもいいかもしれないですね。紛らわしいのであれば。うん。ここはじゃあもう。横に一室ありますね。時間が時間だ。そうなんですよ。はい。お、来ました。安全地帯。安全地帯だ、玉木さん。まだ剣の鍵なのでまだありますね。いやー、長丁場。いや、もう実質1時間ロスしたもんね。そうですね。犬事件大変でしたね。しょうがない。よし、続いて引き続きバイハザード、キリリマスターバージョンね。次回から面白くなりますね。今チュートリアル的な感じでやってました。はい、楽しみにしてください。